おい、足止まってんぞ。昨日のサーブレシーブの反応どこ行った。もっと集中しろ。ずっとレシーブだけ。時間なくなっちゃうじゃんか。スパイクも打ちたい、ジャンプしたい。そこらで跳ねてろ。おい、お前ら、一つ言っておく。大地さんは普段優しいけど、怒るとすっしてます。この早朝連がバレたらやばい。俺がやばい。別にビビってるとかじゃねえぞ。けどとにかくこの早朝連を知ってるのは俺たち3人だけだから、くれぐれも。おお、やっぱ早朝連か。菅さん。おーす。なんで。だってお前昨日明らかに変だったじゃん。いつも遅刻ギリギリのくせに鍵の管理申し出ちゃったりしてさ。な大丈夫大丈夫、大地には言わない。なんか秘密特訓みたいでワクワクすんね。よーらし、よし、絶好調。あの、あ、ひなた、よそ見すんな。俺も打ちたい。俺にもトス上げてくれよ。嫌だ。なんだよ、ケチか。あ、あ、正面だぞ今の。レシーブあってのトスと攻撃だ。それがグズグズのくせに偉そうに言うな。土曜の3対3でもトスは極力田中さんに集める。攻撃は田中さんに任せろ。お前は足を引っ張らない努力をしろよ。俺が満足にレシーブできるようになったら、お前は俺にもトスをあげんのか。勝ちに必要な奴になら誰にだってトスはあげる。でも俺は今のお前が勝ちに必要だとは思わない。くそ。なあ、ひなた、明日の朝から俺がトスあげたろっか。あ、本当にですか。俺これでもカラス戸の正セッターだぞ。スパイクの練習したいんだろ。ああ、はい。俺スパイク大好きで、決まると気持ちいいし、何よりかっこいいし。ずいぶんスパイクに思い入れがあるんだな。はい、中学の時はセッターどころか3年になるまで俺しか部員いなくて、いつもバスケ部の友達にあげてもらってます。部活引退した後も1年生とかママさんとか女子のセッターとかいろんな人にあげてもらってたけど、どんなに仲が良くてと、だから高校行ったらどんなセッターいんのかなって期待して来たんですけど。だから俺もセッターだってば、あげてやるって。はあ、いやでもここで菅原さんにあげてもらったら、なんか負けた。日向はなんでそんなに影山に張り合うの。中学の試合、影山は何をやっても上手くて、背も俺よりずっとでかくて、とにかく強くて、だからその影山を倒してやろうと思ってカラスノに来たんですけど。じゃあ日向はさ、影山を倒したくてバレーやるの。こいつ昼休みもやってんのか。影山を倒せるくらい強くなりたいんです。そうすればもっといろんな強い相手とも互角に戦えるし、試合で簡単に負けたりしない。俺もう負けたくないです。つまり今んとこ日向の中で同年代最強の位置づけにあるのが影山ってことか。はい。はいって言いたくないんだな。
最強の敵だったならさ。お、今度は最強の味方じゃん。